おはこんばんにちは。ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。今回はマイクロソフトのアクブリ買収話からまたコールオブデューティ関連で大きな動きがあった件を、しっかり確認していこう。一ゲーマーとしての意見やけどもうで。最近、独占問題に伴ってマイクロソフトとソニーの褒め合いになってるやないか。数字自体も相手からのもんだから信用性が微妙だし。正直ゲーマーにとっては何も嬉しくないわ。何より動画投稿日はゲームアワードが開催後でここから期待の情報に湧いてるはずなのよ。無論、そちらの情報は土日でしっかり確認する予定ではあるが、こっちも重要なお話だからな。泥沼の状態を確認するということね。まあ、否定はできんな。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、多くの人には周知の事実だろうが、マイクロソフトのアクブリ買収について概要をさらっと確認しておこう。2022年1月28日にマイクロソフトが約8兆円規模でアクティビジョン、ブリザードを買収することに合意したと発表した。買収されるアクブリ側はセクハラ問題がひどくて、社内はガタガタになっているのよね。内と外からの批判があり企業イメージは低下したな。作品に罪はないけど、セクハラ野郎に払うお金は持ち合わせておりません。買収するマイクロソフトとしては多くの魅力的 IP を傘下に置けるわけで、両者間では合意に至っているが、そう簡単にいかないから、私たちも何度も動画で語っているわけよね。ここまでの気になる動きは過去動画で確認いただきたいが、概要欄にリンクを貼っております。あまりにも大きな買収となるのでいわゆる独占禁止法に抵触しないか、各国で審査をしている状況だな。主に世界的にとんでもない売り上げのコールオブデューティシリーズが、マイクロソフトの独占になることを恐れて、ソニー、SIE は反対を表明している。PS を支える大コンテンツ、必死になるのはわかるけど、ここまでの動きを見るに、ちとソニー側に寄り添える材料がないのよね。ここで他のプラットフォームでも動きがあったのぜ。Steam かね。PC ゲームプラットフォームの Steam では、マイクロソフトよりコールオブデューティを Steam で提供し続けるための長期的な提案を送ってきたと、運営するバルブ社の CEO が語っているが、バルブはいかなるパートナーとの間にも、Steam でのゲームリリースを縛り付けるような堅苦しい契約を結ぶ必要性は感じていない。マイクロソフトがコールオブデューティをプレイヤーが、望むプラットフォームやデバイスで提供する意欲があるとも信じている、としているな。プラットフォーマーとしては100点満点の回答ね。Steam の運営自体を手放しで来賛するつもりはないが、今回の件についてはごもっともと言いたくなるし、マイクロソフトとの固いつながりは容易に想像できるな。さて、お次のプラットフォームに話を移そう。他に大きなプラットフォームある？任天堂だ。この問題では正直蚊帳の外でしょ。たまに引き合いに出されているけど、マイクロソフトはアクブリ買収が完了した場合、コールオブデューティを任天堂のゲームプラットフォーム20年間提供する契約に合意したと発表したのぜ。マジかよ。Xbox ブランドの責任者フィル・スペンサー氏のツイッターも確認しておこう。10年契約か。夢はあるけどスイッチではスペック的にきつくね。クラウド展開も可能だろうし、新ハードなら技術的問題は解消されているかもだ。そもそも任天堂プラットフォームで本格シューターが必要かという議論もあろうが、世界的に大きなプラットフォームの一つであることは間違いない。スイッチで出るならやってみたいかも。というか、もうマイクロソフトがコールオブデューティシリーズを独占するかもって懸念はゼロじゃん。Xbox でゲーパス加入で遊ぶのが一番お得な選択肢ではあるんだろうけど、ユーザーに様々な選択肢を与えてくれるなら、そこに文句言ういわれはないと思うわよ。私もこの部分についてはそう思う。マイクロソフトとしては SIE 側にも10年の契約を持ちかけているが、こちらは進展がないようだな。なんで？もう SIE にしたら最高の落としどころじゃない？言い方悪いけど個人的には、ごね得で良い契約引き出したって感じがするわよ。ごね得云々はさすがにあれかねんので、同意しかねるが、落としどころって部分は同意だ。当のソニー、SIE の真意自体を正確には測りかねるが、この10年契約を飲んでしまうと、アクブリ買収を認めたことになる。いや、だからそれでいいやん。もうこうなると PS ユーザーとしての愛が残っている私でも何と戦っているのか意味がわからんぞ。心配するな。私も先ほども言ったがよくわからなくなった。とはいえ、マイクロソフトがサブスクやクラウド関連でもこれ以上大きな存在になること自体を危惧しているとは思うな。アクブリ買収する前から正面から喧嘩売れる大きさではないやろ。今回は試験が半端ないな。試験であることは承知の上で色々言わせてもらうわよ。ゲーム業界を成長させる唯一無二の方法は、世に素晴らしい作品を出すことのみ。企業として戦わないといけない状況も十分理解した上で、今回の件を確認すれば、もうゲーマーとしては決着がついていいレベル。仮に買収がソニー、SIE の思惑通り失敗に終わったとしたら、誰が得をするの？ソニー、SIE が利益を得るとは到底思えないわね。アクティビジョン、ブリザードは社内ガタガタの状況は変わらず、Call of Duty シリーズはじめ多くの IP の衰退を招きかねない。ソニー、SIE のもう多くのきな臭い話は出ている。少なくとも買収が失敗に終わったなら、私は SIE を全力で批判するつもりです。アメリカ連邦取引委員会 FTC が買収を阻止するために訴訟を起こすかもしれないなどの話もあるが、おそらく買収は完了すると信じている。いや、してもらわないとわけがわからん。一ゲーマーの意見ではあるが、少なくとも現時点のマイクロソフトの動きに、大きな批判材料はない。まあ、妙な独占やらかすならその時全力でぶったたいてやるさ。これまでも我々は技術的に大きな問題がないなら、多くの作品がいろんなプラットフォームで遊べる方が良いと言っているからな。あれ可燃問題ですが、気になる時はいつでも全力出していきます。いつもなら及び腰なのに、今回はかなり前のめりだったな。10年間、Call of Duty シリーズが PS で出るなら問題ないと思ったわけよ。逆にこの10年でマイクロソフトに頭下げさせてやろうって意気込みが見えないことにキレているのよ。よくよく考えるとここから10年後のゲーム業界は想像がつかんな。どんなことになろうと私は死ぬまでゲーマーだし。まだ愛の残っている PS 陣営が不甲斐ない動きをするなら言いたいこと言うまで。さっきも言ったけどゲーマーを納得させるには素晴らしい作品を世に出すことと、それを快適に体験できる場を提供することのみよ。情報戦も大事なんでしょうけど、少なくとも今のソニー、SIE はそれしている場合ではないでしょ。私が言うのもなんだが、今回はお説教が極まっているな。まあ、この件についてはこれからも動きがあれば追っていこう。妙な動きがないことを祈りますが。さて、これ以降はゲームアワードでの新情報、年末商戦の動きとさらにゲーム業界は盛り上がる。私たちも各作品で宿題残しているしね。言うまでもないが年内全力で行くぞ。あいあいさー。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。